ピーター・ホーレンスは、アメリカの歌手、作曲家、演出家、企業家。頻繁に YouTube に新曲をアップする。友人の自宅で楽曲の録音、制作をしている。ソニーやエピックレコードでも録音している。1982年3月4日、アメリカ北西部のオレゴン州のアシュランドで誕生した。1999年、オレゴン大学でアカペラサークル。 オンザロックスをレオデシルバと共に立ち上げた。これはオレゴン周発の団体だった。オレゴン大学の音楽学士に学位を獲得して卒業した。2010年 NBC のザシングオフにオンザロックスの仲間と出場し、ショーン・ストックマンやニコール・シャー・チンガー、ベン・フォールズの審査の結果、10団体中6位となった。2011年 YouTube にチャンネルを開設し、 主に多重録音のアカペラを投稿し始める。リンジー・スターリングやテイラー・デイビスたちと共演している。2012年、最初のアルバムを発表した。2013年、クラウドファンディングプラットフォームのパトリオンに加入した。フライツーパラダイスでエリック・ウィテカーと共演した。2014年、ソニーマスターワークスと提携した。10月27日、 ピーター・ホーレンスを発表した。2015年、YouTube の映像を宣伝するためにソーシャルビデオ、プラットフォームのリアクションズに加入した。1月5日時点で3位に入賞した。ブライアン・ウィルソンのアルバム、ノーピア・プレッシャーの、Our Special Love にゲストボーカルとして参加した。2017年1月時点で、約153万人が彼のチャンネルを登録している。 妻のエビンネ・ホーレンスは、オレゴン大学で、アカペラサークルのディビジーを結成している。エビンネも自身の YouTube チャンネルを持ち、時に、夫と共演しながら、楽曲を投稿している。2014年3月30日に、息子のアシュランド、ジェームズ・ホーレンスが誕生した。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年。ありがとうございます。